今中国のキックオフで試合が始まりました。45分ハーフ、キリンカップサッカー88、日本代表対中国代表です。日本です。ゴールキーパー今日は松井が入っています。ディフェンダーは3番の梶野、4番の佐野、10番の佐々木、14番の平川、今お話がありました。ミッドフィルダーは7番の長身の井原、8番、今日はキャプテンマークをつけています、コントロールタワーの水沼、5番の柱谷を今日は起用しました。フォワード9番の森、16番吉田はフラメンゴ戦1点を取りました。17番前田を起用している日本代表。一方中国チームです。ゴールキーパーはホン・ゴーシェ、ディフェンダー2番のジュボー、3番ストッパーのガオシュン、4番スイーパーのゴ・イージュン、17番がマイチャオです。ミッドフィルダーは15番のチャン・シャウエン、8番のタン・ヤオトン、18番ダンジー、7番のシェイ・イーシン、19歳、そしてフォワード2トップで10番のキャプテンのマーリン、12番のワン・パオシュンです。キャプテンのマーリン10番、そしてずっと上がってきます。ダンジー18番、センタリングする、ヘディング、浮いた、危ない、シュート入った、決まった、中国が決めました。12番のワン・パオシェン、王選手が決めました。完全にフリーになってしまいました。そうですね、釣られたんでしょうね。今前半の25分、やはりあそこの攻め早いですね。今のプレーです、はい、いかがです。そうですね、今佐野君がね、あそこでもう少し詰めればよかったんじゃないかと思うんですよね。あそこまでせっかく行ったんですから、やはりセンタリングさせちゃいけないんじゃないかなと私は思うんですね。ダンジーがセンタリングして、ここでヘディングして、ここから入ってきます、はい、もう本当に不利でしたからね。大野右足のキック、ワン・パオシャン、さあゴール前に攻めていきます。中国です。打つか、打ちました、シュート入った、ロングシュート決まった、ガオ、3番のガオ、コウ・ショウ、素晴らしいシュートですね。ロングシュートが決まりました。何メーターぐらいありますか、これ今出ますが、25メーターぐらいあるじゃないですかね。30メーターあるかもしれませんね。前半の42分、コウ・ガオの、シュートが決まりました。あれは松井君どうしようもないですね。素晴らしいシュートです、はい、日本としてはもうやれないですね、守らなければいけませんね。今のプレーです。さあシュートした、シュート決まった、キャプテンのマーですね。そうですね、はい、正面からシュート決まった。今のですね、3点目が入りました。はい、今のですね、はい、壁を作ろうとしている間にもう始まっちゃったんですね、フリーキックがね。それでみんなが立ってしまったときにシュートされたと、そういうことですね。この辺もそつないですね、中国は。そうですね、中国のキャプテンマーリン、ロスタイムに入ってシュートを決めました。ここでホイッスル、ハーフタイムに入ります。前半終了しました。3対0、中国がリードしています。中国は前半の25分、ワン・パウシャンのシュート、そして42分、ガオのこれはロングシュートでした、見事に決まりました。3点目はロスタイムに入ってキャプテンのマーリンがシュートを打ちまして3対0。キリンカップサッカー88、日本代表対中国代表の試合、後半が始まりました。エンドが変わりました。右から左に攻めるのが日本、そして左から右に攻めますのが中国です。ボールをキープしている日本、ファールがありました。繋がりません。そうです、あそこでミスパスしちゃいけないですよね、はい、手元の時計ではありますが、まもなく後半の35分になります。残り10分になりますが、センタリングして、どうだ、うっ、危ないところ、危ないところ、うわー、チェイシン、これは日本が危なかった。縦に送ります、
選手が入ってきました。日本フランスにインターセプト。ハンヨウトン、あの人がドリブルで持っていきます。振ります。ダッジー、そしてシュポー、危ないところだ。センタリングして、これは合わない。危ないところ、まだボールはしかしつながっています。ボールは生きています。レンのコーナー、中央がボールを取った。ボールを取りました。振ります。これでかろうじて逃げました。今日本さあ日本が攻め込みます。後半の5分を切っています。手元の時計、まだ日本得点ありません。送る、打ちたい、打てない。打てません。日本今のビッグチャンスでしたけど、やはり、はい、一歩ですね。本当にキリンカップサッカー88、日本代表対中国代表。日本が中国陣内に入っています。ここでホイッスル、ここでホイッスル、タイムアップです。中国が日本を破りました。日本としては去年のソウルオリンピック東アジア予選の雪辱なりませんでした。新生日本、これでこの大会2敗ということになります。中国は前半25分にワン・ファオシャンのシュート、そして42分ラオシュンのロングシュート、これは見事なシュートでありました。ロスタイムに入ってキャプテンのマーリンのシュートが決まって3点。後半は両チーム得点がありませんでしたが、結局3対0、中国が日本を下しております。